8年くらい前にサラエボに行った時の話。8年くらい前にサラエボに行った時、ホテルのレストランになぜか割り箸が常備してあり、その袋に日本語でようこそなんとかかんとかって書いてあった。挨拶文だった。うろ覚えでごめん。当時はまだ戦火の傷跡も生々しい状態で、街を歩いていても日本人なんか一人もいなかった。中国人らしきアジア人は数人見かけたけども、あのようこそ割り箸は何だったんだ。あと現地の16歳の女の子と戦争の話をしたら、唐突に日本も広島長崎に原爆を落とされて大変だったよね、アメリカと戦ったんだもんねと言われた。日本と何の縁もない遠い欧州のサラエボの女の子からいきなり戦争と原爆の話が出てきたものだから驚いてしまった。それから私は東京生まれだから原爆よりは空襲の方が身近だな。先祖の家があれで燃やされたし、サラエボも空爆されたんだよね、などの空爆トークもした。寿司。最近 CSI とかアメリカ産のドラマでちょっと活かした女の子を食事に誘う時の単語に寿司というのが増えたような気がする。ちょっと前は有名なお店やフランス料理だったような気が。幼児と同居しているのでディズニーやピクサーのアニメをよく一緒に見るんだが、モンスターズインクで主役モンスターが寿司屋でデートしてたり、畳と障子の部屋に迷い込んでそのドアはスライドさせるんだってセリフがあったり、カーズで日本のニュース番組という設定でアニメ顔のアナウンサーとなぜか縦書きの日本語字幕が流れたり、題名忘れたけどロボットアニメで、はい写真撮るよ、アニメ目してってロボットの目がキラキラ目に切り替わったり、子供向けアニメにも日本っぽい要素がいろいろ見かけられるようになったと思う。こうやって列挙すると子供受けを狙ったわけでもなさそうだし、単にスタッフの趣味だろうな。